プロにコーチングさせたくせに逃げたからっていう理由で今お前スマブラ界隈で炎上してる。あの、俺逃げたことなってんの？めちゃめちゃ怖いやん。スマブラキッズマジで気持ち悪い。やばくお前、俺もう12年間、もうあれだよ。なんならもうスマブラキッズなんて可愛いもんだよ。一番キモい。じゃあ俺がさ、この12年間のゲーム実況人生の中で、キモい信者ランキングつけてあげようか。3位から、発表してっていい？ 3 位は、ポケモンキッズです。ダイパキッズ。マジでキモい。本当に、できる限り関わらない方がいい。もうこれは皆さん、もう見つけ次第関わらないでください。2位、フロム信者。もうフロム信者もマジでキモいんで、関わらないでください。で、1位は加藤純一信者です。関わっちゃダメ。1匹いると思って、1匹いたら100匹いると思うよ。これマジで日本で関わっちゃいけない3大信者。これマジ自信ある。地元スマブラ覇者のためです。メール見てくれましたか？一個ね、スマブラキッズに一個だけマジ言いたい。俺お前らの嫌いじゃないけど、メール送りすぎ。3000件ぐらい来てるから、メール送りすぎ。なんか、トレーニングメニューみたいなの送ってくるの。なんで俺がさ、トレーニングメニュー決めてもらわなきゃいけないの？え？どこの信者が気持ち悪いか知恵袋にランキングされてたから見てくれ。送ってくれ。なんか今日久々にそういうの見ようぜ。タヌキとか、ヤフーの知恵袋とか。おい、マジかよ！ちょっと待って、これなんかエロ広告がついてる。もうしくたばれよ。信者がキモいランキング2チャンネルまとめ。SS、任天堂、FGO、わかんない、電車。S、野球、自民党、バーチャル YouTuber、加藤純一。俺、こんな高いの？ねえ。S です！一個のジャンルとしてあるんだな。だって、野球してる？VTuber してる？加藤純一だ。すごい！俺まさかさ、ネットで一個のコンテンツとして君臨してる？ねえ。ね、もうインターネットの一個のコンテンツとして君臨してるじゃん、加藤純一。さあ、知恵袋行きましょうか。じゃん。YouTuber の信者で、どこの信者が民だか低いか、5番目くらいまでランク付けして教えてほしいです。魚民、魚民が低いとか、光の囲いがやばいとか聞きますけど、実際皆さんがどう考えてるのか知りたいです。光の囲いなんて全然やばくないでしょ。すごい、なんか、民度がいいイメージあるけどな。YouTuber 限定でランク付けしてました。カッコの中は視聴者の呼ばれ方でございます。1位、これこれ。これこれが配信してるときは必ずと言っていいほど他の配信で荒らす。立ちが悪いのはこれこれ自身が荒らし、あいつ荒らし誘導別にしてる？あんまりこれこれの配信見たことないんだよな。これこれ自身が荒らし誘導をしている可能性、ああ、こいつがこういうことしてるぞ、みたいなことを、話題に上げることで、話題に上げることで、必然的に、そこに、とつらせるみたいな。2、フィッシャーズ。小中学生が多いから言動知らないし、言葉が通じない。インターネットでフィッシュ、何これクラウド、大倉大臣、こいつ誰セゴドンじゃん。フィッシャーズ興味なさすぎてこっちの方が興味あるわ。こいつの詳細希望。言葉が通じない。ツイッターでフィッシャーズの悪口を言ったら命取られます。おい、みんな気をつけろ。ツイッターでフィッシャーズの悪口言ったら命取られるらしいぞ。マジで気をつけろよ。3位、ブラックナイト山田。ごめん、山田知らない。山田キッズ。ブラックナイト山田が出す動画に出てくる、キチガイを特定して荒らすの、ん？出てくる、キチガイを特定して荒らすのが早い。一人とんでもない特定中がいるらしい。誰？ブラックナイト山田って。どういう人？ゲーム実況者？ GTA の実況者なんだ。3年前だからちょっとあれだな。グランドセフトオート。4位、ヒカル。とりあえずヒカルの言うことは全て肯定。ツイッターでヒカルの悪口を言ったら5歳満足で帰ってくれません。5位、モコウ。モコウキッズ。ウオタミの介護官。
モコキッズによる嵐は昔は名物で面白かったが、最近は中高生が増えてきてただの寒い嵐とかしている。モコ本人は困っている。6位、加藤純一、死んじゃえもん。ここの視聴者は年齢がある程度高いので罪の分別はわきまえている。しかし隊長である加藤純一の悪口を言われたら、その時の団結力と粘着、そして純粋な力は上位5人をはるかにしのぐ。かっこ隊長の悪口を言わない限りは何もしないので民度高いという、これ俺の視聴者だろ絶対書いたやつ。これ絶対俺の視聴者だろ書いたやつ、絶対そうだよな。なんかさ、YouTuber のさ、知恵袋、見に行こう。加藤純一さん。あ、この人だ！加藤純一さんの視聴者のエモンって害悪が多いんですか？ある配信者を結構見ていて、その人が昨日少し閲覧少なかったんですが、それで煽っていて、こんなのが普通なんですかね？過激な視聴者も一部いますが、加藤純一以外の配信で名前を出して荒らしているのは、ナッシミンと呼ばれる加藤純一の視聴者を装ったアンチです。質問者。でもバリバリ加藤純一さんの配信を見ていたり、エモン同士で慣れ合ってるアカウントなのですが。おい、すごい。おい、なんか、やばいぞ。加藤純一さんのファンが気持ち悪いと感じるようになりました。え？お前たちが気持ち悪い？そんなことないでしょう。親友だよな、俺たちな。なげえよ、お前。加藤純一さんのファンが気持ち悪いと感じるな。俺がもうちゃんと答えるね。おい、サコの方が気持ち悪いだろ。どっちがキモい、俺とサコ。加藤純一さんのファンが気持ち悪いと感じるようになりました。自分はだいたい2年くらい前に加藤純一さんを知り、とても面白い実況主、生主の方だなと思っていました。しかし、ここ最近なんだかエモンの人たちが気持ち悪くてたまりません。あ、2年間気づいた。うちの視聴者は、めちゃくちゃキモいんだよ。これ言ってなかったっけ？俺の視聴者が世界一キモいって。まだ言ってなかったっけ？新参の方たちには。加藤純一さん自体は相変わらず面白いし好きです。なのですが、コメントしてる人たちはいつも仲間内で喧嘩ばかりしてるし、また全然関係ない人にも喧嘩を仕掛けています。いちいち加藤純一の口、もうだってもうだんだんさ、5行目ぐらいまではさ、加藤純一さん、加藤純一さん、で、文字書いてるうちにだんだん嫌いになって、いちいち加藤純一の口を、もう俺のこと嫌いになってるじゃん、7行目で。ねえ。てめえらのせいで。めっちゃ信頼得てたのにさ。もうこの、もう今まさに、手のひら返されたんだけど。加藤純一さん自体は相変わらず面白いし好きです。なのですが、コメントしている人たちはいつも仲間内で喧嘩ばかりしているし、また全然関係ない人にも喧嘩を仕掛けています。いちいち加藤純一の口調を真似したコメントをしているし、もしかして加藤じゃよかった。我を今揺れてる。エンジェルと悪魔で揺れてる。もしかして加藤純一さんの疑似体験をすることで自分も強くなったように錯覚してるのかなと感じました。害悪さは陰夢中と変わらないのに、陰夢を叩いていたり、加藤純一さんの真似をして女性叩きや VTuber 叩きをVTuber の人を叩いてるのも正直キモいです。最近はコメントをオフにしているのですが、ホラーゲームだと怖くなってしまい、ついついコメントオンにしてしまいます。そしたら、誕生日を祝う誕生日を祝うなとかよくわからない。よく意味のわからないことで揉めていました。おい新参純の誕生日を祝うなとかよく意味のわからないことで揉めていました。後でね、ゆっくりね、説明するんで。この人で終わってるんで。よく意味のわからないことで揉めていました。雑談などだと、加藤純一さんはコメディを起動しているので、嫌でもコメントが目に入り辛いです。最近は音声だけで楽しんでいます。なんで急にエモをキモく感じるようになったのか自分でわかりません。あなたは正常です。これある種、一種の、精神衛星。自分の精神衛星がどこにあるかっていうのを測る、テストだと思ってください。俺一度コメント欄を見て、あ、居心地いいなって言ってる人はもう終わってます。もうほんと一生抜け出せません。ただし、ちょっともうヘキヘキとする吐き気を催すのは正常。あなたは正常になりました。大石さんの YouTube で加藤純一関連のコメントを残してるエモを見ると、なぜだか通報の2文字をクリックしています。サカナクションとかもそうです。こういうことを言うと大体開き直ったエモが沼コメントも楽しめないようじゃ、
お前は銃を見る資格がない。向いていないだとか言ってくると思います。もう、自分はその銃呼びすら気持ち悪く感じるようになってしまい、本当に辛いです。きっとまともな方もいるんだと思います。でも、キモいエモンばっかりで辛いです。どうして加藤純一さんはまともな方なのに、そのファンはずっと気持ち悪い人ばっかりなんですか？教えてください。さあ、みんなベストアンサー見ようか。前提から間違っています。加藤純一さんはまともな方ではありません。まともじゃない人間に、ふざけんな！まともじゃない人間にはまともじゃない、もしくは黒い部分を、知らない視聴者しかつかないんです。かつて彼は視聴者にこれ面白そうと言ってましたが、今や登録者は、後輩のモコウくんや、おいこれモコウの信者だろてめえおいババクソ信者活動2年のバーチャル YouTuber に負け、ライブの同説でもバーチャル YouTuber、しかも男モデルに惨敗していますので、如実に結果として出ています。改善されることはないので、コメ欄も、おわ、カッチン、はい、もう、向こう1年、お前のせいで、これから先も俺バーチャル YouTuber 叩くからね。サムネ変えるからね。あの、にちゃんのさ、ここ以下全部ゴミみたいなのに変えるからね。ランキングで見て、ここ以下全部俺以下ゴミみたいなのに変えるからな。改善されることはないので、コメ欄を含めて楽しみたいなら、オドジャナのところでも行きましょう。引き続き、加藤純一を楽しみたいなら、人が腹もエモンも気にしてはなりません。ありがとうございます。オドジャナ、バカ、まともな人材がオドジャに流れた。オドジャナも見てみます。確かにまともじゃない人間も出なければ、あんなに長時間実況できませんよね。加藤純一さんの雑談は悲しいけど見るのやめて、ゲーム実況だけコメント見るようにします。マジかよ。エモンの方々に質問です。ジュン、スベーの元ネタって何ですか？知らねえよ。お前なんでそうやって思った？ちょっとね、これ面白そうだな。最近加藤純一さんの動画を見始めた女です。あと、高校生です。加藤純一の面白さがわかりません。しょうがないね。高校生に加藤純一の面白さを教えに行ってるか。おい、もう5年前やん、もう絶対見てないじゃん。最近加藤純一さんの放送を見始めた女です。加藤純一はかっこいいとしても、かっこいいとし、とても面白いと思う正解。信者エモンはなんであんなにつまらないんですか？せっかく放送を見て楽しく笑っていてもコメントが冷めてしまいます。コメントが幼稚でも面白ければいいんですが、純粋に滑っているのが多い気がします。あと、高田健一さんのお粗末も見出したつもりなんです。でも、かっこよくて好きです。信者エモンには、真っ昼間からニコ動を見るか、女に寄せるかのニートしかいません。ですので、彼らは気の利いた知的なコメントができません。武田健一は昔の神でしたが、信を裏切ったことは展開から強さに今では提案しているのでいます。ですので、面白くないのはしょうがないですね。はあ、なるほどな。そういう意見もあると。加藤純一の何がいいのか教えてください。加藤純一最強ではないと、ああ、いいね！加藤純一の何がいいのか教えてください。加藤純一最強ではないとこやな。アンチを無意識に挑発してたり、普通の人には気にも留めない些細なことを気にしていたり、最高に人間臭くて面白いです。やっと出会った。ここ2年ぐらいで。ちゃんと芯食ってるやつ。こんなに分かってるやつの下見て。分かってないやつ。一挙手一投足。俺の頭の先から、つま先の爪まで全部おもろいってこいつ。これもまた、正解。どちらでもか。一挙手一投足。おわ。加藤純一最強ではないところやな。アンチを無意識に挑発してたり、普通の人には気も留めない些細なことを気にしていたり、最高に人間臭くて面白いですよ、うんこちゃん。そうだよな。なんか面白いねえかな。加藤純一が好きだと言ってる人がいたら惹かれますか？それとも惹かれますか？自分はアンダーデルの時からハマりました。もう爆笑です。でも、エモンっていう、民度低い奴らとして一括りにされそうで。ねえ、俺最近さ、友達めっちゃ増えてさ、あの、ま、後輩とかも増えて、先輩ともね、仲良くしててさ、結婚もして人生幸せの絶頂にいるじゃん。え、まさかみんなって風当たり強い？なんかごめんね、俺一人だけ幸せになっちゃって。え、まさかみんなさ、もう、やばいの？みんなのなんかもう、地位はこんなに、地に落ちてるんだ。
地獄の豪華に焼かれてる今。辛いんだ。風当たり強いんだ。じゃあ俺もなんかもうちょっと不幸になってみんなに合わせるわ。友達には隠しています。加藤純一を浅くしか知らない悪い部分、差別用語を言うとイメージしかない人たちからしたらどう捉えられてるかわかりません。でも自分みたいに実は見てるなんて人と出会えたらいいですね。加藤純一、俺も好きだから OK。お前名前間違ってんじゃねえか。見てねえじゃねえか、また。最近どこのコメント欄でも加藤純一最強とか見るんですけど、その人はなんて名前で、その人はなんで名前で、ん？その人はなんで名前叫ばれてるんですか？俺そんな風に思われてるの、なんか名前叫ばれてるやばいやついるよ。電車とかにさ、みたいな、ちょっとやばいやつ入ってきたみたいな空気になってるじゃん。加藤純一というのはゲーム実況者というか配信者で、ゲーム配信の中では日本というか世界でもトップクラスの集客力があるんですよね。どんなゲームでも3万4万人ぐらい集めますし、この前パワープロで8万人も集めていて、最高だと11万人ぐらい集めたこともあるので、そういった意味で視聴者たちは加藤純一最強と叫んでるんだと思います。勘違いしやすいんですが、これはファンがやってるものではなくて加藤純一のアンチがアンチ活動として、ちょっと待って、加藤純一最高って俺の視聴者が言ってるわけじゃない、俺のアンチが言ってんの、ジェーンみたいな、俺の視聴者が言ってんだと思ったんだけど、違うの？加藤純一のアンチがアンチ活動として、様々な配信者の配信のコメント欄にそう打ち込んで、加藤純一に対するマイナスイメージを植え付けてると言われています。そもそも加藤純一自身、自分のすることを最強なんて言ってないと思いますね。あ、よかった。見てくれる人はいるんだね。女に相手にされない陰キャリ大人気なゲーム実況者ですね。加藤純一の信者たちのことをエモンと言います。なんかエモンが湧いてますが、11万人で最高で世界晴れるなんて随分小さい世界ですね。ナポリの男たちなどはいつもそれから集めていますよ。まあ加藤純一と信者たちは鏡ということですね。だって。めっちゃ嫌われとるやん。加藤純一、なぜ人気？これこれ最強、医療従事者、ペコラ同説嫌い。めっちゃなぜ人気やん。でもなぜ人気って、ねえ、調べとるやん。もう、だって、こんなさ、サジェスト性ある？なぜ人気なのって。もうすごい国民がもう意識してるじゃん。なんなの加藤純一は。いや、好きとか最強とか出るのわかるよ。なぜ人気が一番上で、なぜ？もう加藤純一なぜ人気、なぜで調べるよ俺。もう彼女絶対嫌だ。関わりたくない。絶対関わりたくない俺。あ、まあ僕を見てみるか。確かにな。あいつでもなんかいいことしか書かれてねえだろ。もこさんが浮気された現実です。やばい。関わらないと言ったけど、もう調べるやいないや、その問題しか出てこない。なんか俺のように柔らかい質問がない。どこが面白いんですかみたいなのはない。悪鬼羅刹。渦巻く。コメントしかない。はい、こういうの見ようぜ。平和なやつようやく見つけた。木工っていう人なんで人気なんですか？人気というか、なんか先生とかつけて呼んでる人もいるし、なんか薄ら気持ち悪いです。宗教地味でませんか？おい。そんなお前、おい、これ回答中、じゃあ加藤純一最強って書いてくれ。木工はもう見なくていいです。そんなことより最強の加藤純一を見ましょう。書いてやったのにな。宗教地味って言いませんか？放送中に漏らしたり、いちいち怒鳴ったり、切れたりする姿は別に面白く感じませんでし、学校に行かなかった不登校も理由も、なんかぬるい、甘いというかあれですし、人それぞれ感性があるので僕がそう感じないんでしょうけど、さあ来るぞ。俺の視聴者がシュバってきて俺を擁護したように、ババ視聴者が今からシュバってきて擁護するからな。長い！もうま、総じて長い！人気な理由は国民的ゲームであるポケモンの実況者のお子さんで、だからですかね。その他にもいろんなゲームや雑談、料理とか様々なことを長年やり続けてるから人気なんだと思います。まあ真面目だね。木工ってなんだ、そう、こういう、
もう平和な質問がいい。もこ先生が大好きなんですが、加藤純一が嫌いです。おい。やっぱこういうやつを洗脳するところから始めるぞ。もこ先生が大好きなのですが、加藤純一が嫌いです。どういう経緯があってあの二人は今のつながりだったのか、性格も全然違う気がします。ベストアンサー。加藤純一さんが嫌いというのはおそらく過激な発言やその視聴者の悪質さからだと思います。加藤純一さんが支持されているのは物事を常識で捉えず自分の頭で考えるためだと私は考えています。そのため間違った発言、過激な発言をしてしまうこともあります。そういうものだからとか倫理的にとか簡単に吐き捨てられてしまうことを加藤純一さんはきちんと自分の頭の中で考えて答えを出す頃に必然視聴者に強烈に支持されている。うん、そうなんだよね。正解。そのため視聴者も倫理に従わず加藤純一さんの言葉に従う人が多いため、一般の、そうだよね。あの、俺たち全員、あれだよね。同じ政党に入れるもんね。次の選挙ね。純が言う政党に入れるよね。次。そのため視聴者も倫理に従わず加藤純一さんの言葉に従う人が多いため、一般の方は入れない面もあります。しかし加藤純一さんもこれ、ババのこと何も言っとらんやん。しかし、もう純のことしか言ってないじゃん。しかし、加藤純一さんは自分以外を荒らすなと公言したりしており、10万人近い視聴者がいる中では盗撮が取れていると私は感じます。もちろん一部の視聴者が加藤純一の過激性のみに目をつけて利用したり、アンチが名前を使って荒らしていることもあり、迷惑をかけることもあると別に迷惑かけてないけどな。もこうさんと加藤純一さんの関係については、他の方がおっしゃる通りで、互いにタイプの違う実況者ながら、10年以上共にやってきた仲間としてリスペクトし合っています。視聴者層も大きく、視聴者層も重なりが大きく、もこうさんを見ているときは受講生として、加藤純一さんを見ているときはエモンとしてコメントしたりして楽しんでる人が大多数と、まあ、そっか、そんな風になっちゃったか。ちょっと待って。先日 LINE のオープンチャット機能の加藤純一同好会といった趣旨のトークルームを覗かせてもらいました。そこではバーチャル YouTuber を差別する専門用語まで使って猛烈に癒していって、したりというありさま、後で調べてると、どうやら加藤氏がバーチャル配信者が嫌いといった趣旨の発言をしていたらしい。いいじゃねえかよ、お前さ。YouTube とかでさ、全世界に垂れ流してるだったら、ぐらいだったらな、LINE でよ、クズ、ゴミ、みたいな感じで、そんなのどうでもいいだろうが。なあ、てめえらが覗きに来てんだろうが。配信なんてそうだぞ。てめえらが覗きに来てんだぞ。俺が、寝室でチンポ出してこうやってくつろいでるのに、窓から覗いてきて、あいつ裸ですって通報してるのもんだからな。俺悪いこと何もしてねえんだぞ。バカだぞ。通報してくるやつって。ね、ちょっと証明してきていい？ここでしよっかなー。